はい、どうもピチピチのテクタンと申します。ゼルダの伝説スカイウォードソード実況プレイパート2始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで鳥乗りの儀をするために、鳥乗り儀乗り儀ですよ。こちら向かっていきましょう。校長先生とゼルダがね待ってるっぽいんやけど、あ、そうか、こう走っていけば早いわけや。なるほど。そう、こういう像ってさ怖くない？でかいの実際さ身近に見たら怖いよね。ということでね、彼女はゼルダでした、どうやら。女神のしもべに導かれし、あ、歌ってるんか、ワコード、空と空と大地、あどういう関係なんやろね、この二人って。結局のところ結構いい感じやったりとかするんかな。おはよう、リンク。ということでゼルダです。めっちゃパッツンやね。私のロフトバードはちゃんとリンクを起こした？約束忘れてたんでしょ。そういえば僕のロフトバードは赤やったよね。ねえ見て、私の服とこの楽器、今日の鳥乗りの儀の儀式で使う女神様役の装具なの。ほう、すごいでしょ。特にこの楽器、伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。はあ、これがそういう服なんやね。本当に綺麗な音が鳴るのよ。お父様に聞いたんだけど、この楽器はハープっていう名前なんだって。その楽器の名前も知らんのにさ演奏することできるんやね。それにこの衣装も素敵でしょ。肩のショールは私が作ったの。これも今日の儀式で使うのよ。なんか自己肯定感めちゃくちゃ高いね。ハープと衣装で今日の私は伝説の女神様リンクに一番に見てほしくて来てもらったの。ねえ似合ってる？仮装大会？よく似合ってる。どうかな、これ好感度イベントとかってあったりするかな。仮装大会？怒られるかな。あ、怒った。何よそれ、似合ってないってはっきり言ったらどう？そんなことないよ、君にとっても似合ってるよ。ゼルダ、儀式の準備はもう済んだのか？え、言い直しとかしないんですかリンク。ダメね、もうこれ、あれ、箸直してた人、箸じゃない、階段、あ、父でした。あ、お父様、あれ、あ、あの扉直してた人がお父さん。おー、リンクも来ておったか。あれ違うわ、あれなんかこういう人ワンピースにおらんかったっけ。あれ、箸直してた、箸じゃない、なんで箸言うてまうんやろ。扉直してた人ってむしろ誰？さすがの寝ぼすけも今日ばかりはきちんと起きられたというわけだ、うん、お前が今日の鳥乗りの儀で優勝すれば女神様役のゼルダと共に儀式に参加できる、頑張るのだな。それなんだけど、あ、どうしたん？リンクが服に合わないって言ってきたの。お父様聞いて、リンクったら最近ほとんど鳥乗りの練習をしていないの。あ、別のことでどっちにしろ僕について怒られた。たまにロフトバードに乗ってもぼんやり飛んでるだけだし。なんや、リンクもしかしてチャランポラなんですか？素早く機敏に鳥を操れないと優勝なんてできないのに。別に僕以外の人が優勝してもいいんじゃない、どう？まあそう怒るな、ゼルダ。鳥乗りの儀は人と鳥との絆や技量が試されれば、お前の言うように簡単には優勝などできん。リンクのそのお腹に巻いてるのって腹巻き、うん、確かにリンクは普段あまり真面目に練習してはおらんようだが、幼き頃からずっと見ているお前にも分かっておるだろう。リンク、そして共におるあのロフトバードの特別な結びつきを。それさ、そんなチャランポランなやつがさ逆に優勝してもたら他の人がさかわいそうじゃない？我々スカイロフトのためには必ず己と対になる鳥がおる。え、そうなんじゃ、めっちゃおるんやこの鳥ほんまは。それは皆が女神様からのご加護である守護鳥をロフトバードを授かるがゆえよ。この女神像の前で皆が幼き頃に一人一人それぞれの鳥と出会う。無論お前もそうであったが、リンクには他のものと異なるところがあった。それは何ですか？
リンクの元に来たロフトバードが非常に珍しい。絶滅したはずのクレナイ族であったということ。クレナイだー。何それ、ロフトバードがすごいだけで僕がすごいわけじゃないや。リンクとあの赤き鳥は不可思議な縁で結ばれておる。ゼルダよ、お前は覚えておるかの、幼き頃出会ったばかりのリンクたちを。初めての出会いから修練も経ず軽やかに空を舞い、見事に心が通じ合っておった才能か。わしはよく覚えておるよ。それはもう幼き頃のお前が嫉妬でむくれてしまうほどの仲であったとな。俺すごいしみたいな思ってるかもしれへん。なんか特徴的な顔してるよね。まあそのように鳥と心を通わせられるリンクを妬む者もわずかにおるようだが、もしかしてこれはその妬んでる者によって殺される物語なんですか。僕が変わった人生を歩む者には必ずついて回るやっかみというものよ。それでも練習はちゃんとしてほしいんだけどねみたいな。お父様は笑ってる場合じゃないわ。今日の鳥乗りの儀は騎士学校の課題試験を兼ねているのよ。ほう。鳥乗りの儀に試験に真面目に参加しなかったら評価だってしてもらえない。でもね、僕ちょっとあの壺張りまくったんでね、多分ね退学にされる可能性があるんですよね、そもそもの話。そうなったらリンク騎士になれないのよ。あ、もしかしてこっから先のその緑の帽子かぶってるリンクはさ、騎士になったリンクなんかな。わかったわかった、少し落ち着きなさいゼルダ。でもさ、パッケージのリンクってさ、いつもの緑の服着てるんよね。はぁ、まったくお前はいつもリンクのこととなると僕のこと好きなんですか。きっとそうなんでしょ。わかります。リンク、とにかく少しでも練習しておきましょう。こっちに来て。さあ、そっからピョンするもしかして。さあ、ここからいつもみたいにダイビングしてロフトバードを呼んで、私がチュートリアルしてあげる。鳥乗りの儀はもうすぐなんだから今だけは真面目にやってちょうだい。え、なんですって、ロフトバードを感じられないって。もうさっきのお父様の話に乗っかってごまかすつもりなの。お願いだからちゃんとチュートリアルして。仕方ないな。じゃあ行ってらっしゃい。あ、もしかしてあわよくば死ねばいいとかって思ってない。リンク、早く下を押してロフトバードを呼ぶのよ。え、押してない押してない。私いっそのこと落ちたらどうなるかなって思って押さんとこうって思ったのに、死んだか。ロフトバードが来んようだが、ああやってもた、大変。え、なんかさ、こんなこと慣れてしまってたらさ、飛び降りすることにさ恐怖心持たなさそうじゃない。でもレスキューいるんでしょ。レスキューが、リンクしっかり捕まって。え、僕のさ紅鳥はどうしたん。なんなん、紅に染まったこの俺を慰めるやつはもういないからすねちゃったん。お前たち大丈夫か。ごめんね、無理な飛び方させちゃって。どこも怪我してない僕の心配して。それにしてもリンクのロフトバードはどうしたのかの。え、焼き鳥にされたんちゃう、妬む者に。主が呼んでも姿を現さんとは。餌やってないからさ飢え死にしたとかないよね。リンクよ、お前はまだロフトバードを感じられるのか。まもなく鳥乗りの儀だというのに困ったことになったな。リンク、さっきのことは本当だったのね、ごめんなさい。私はもう少しこの子を休ませてから行くから、あなたは自分のロフトバードを探しに行って。ちゃんとおるんかな。お、なんじゃなんじゃ、もう始まっちゃう？もしかして。おお、こんな時間か、びっくりした。ボイス急に喋ってくれるんかと思った。おおって言ったから、おお、こんな時間か。今年の鳥乗りの儀の担当は確かフォーネル先生であったな。リンクよ、このことをフォーネル先生に相談してみてはどうだ。
まあ話してみるか。あ、かわいい。お父様、モーネル先生に相談しても先生は結局校長のお父様に話を持ってこられると思うわ。お、おー、さすがは我が娘、その通りだな。あ、じゃあ別に先生とこ行かんでいい？ではこの件はわしがホーネル先生に説明しよう。リンクよ、彼にわしの部屋に来るよう伝えてくれ。はーい。セーブ中。この件はわしがホーネル先生に説明しよう。ゲポラさんね、生徒たちにもロフトバードのことを聞いてみてはどうだ。おそらく皆広場の方におるはず。お、スカイロフトの南、地図に×の印があるところが今日の鳥乗りの儀の会場になる場所だ。下の方ね、下の方。そこね、今おるんは？ん？何ここ？ショップモール。騎士学校。あ、今おるん、ここ、こんな離れたところにおる。これ僕。ズーム。ん？ああ、こういう感じね。はあ、なるほど。これは？墓場。墓場で運動会。はあ、うん。地図の見方は分かっておるか？マイナスを押せば、いつでも地図が見られる。場所が分からなくなったら地図を見る癖をつけるのじゃ。はあ、マイナスね。おお。いいね。ちょ、ゼルダ、僕のこと殺そうとしたでしょ。リンク、私もう少しこの子を休ませてから行くから、あなたはみんなにロフトバードのことを知らないか聞きに行ってみて。僕のこと殺そうとしたのに。いや、まあ恐ろしい女やで。これどっから出たらいい？ここか。ダッシュダッシュ。で、これを取りつつ回復して走るみたいな感じね。ちょ、走り方独特じゃない？あ、死んじゃう。でも死んだらどうなるかそろそろ知りたいです。体力なくなるとどうなるか。え、それだけ？え、それだけ？なんやなんや、そんなに怖くないよ。この人誰？あ、ゲランね。ちょっと名前が覚えられへん。お父さんがゲポラやったっけ。で、この人がゲランね。どうしたんだそんなに慌てて。何、お前さんのロフトバードがいなくなったって？それならわしさっき見たよ。ほんまに？バードたちのロフトバードに追われて逃げるように飛んでいきよった。あ、そう。え、あれか、嫉妬した同級生の人たちがさって感じなんじゃない？どこへ？いや、どこへ飛んでいったかまでは知らないな。絶対ゾーヤは僕を優勝させまいとして。あれ誰？ちょっとホーネル先生話しかけてみよう。どうしたリンク、顔が青いぞ。あ、ほんまに？何？お前のロフトバードがいなくなっただと？何？それは一大事だな。それで見つかりそうなのか？これから探す？そんなのんびりしたことを言っていたら鳥乗りの儀に間に合わなくなるぞ。いや、そんなこと言ったってさ、探すしかなくない？儀式に鳥がいないと取り返しがつかなくなる。そんなこと言うてる場合じゃないやん。なんちって、ご本。そうか、校長先生が私をお呼びなのだな。お前には借りもあるしな。ああ。借り作っといてよかった。みーちゃんのことね。儀式のことは心配せずにロフトバードを探し出すんだ。いや、はよ行きよ。はよ行きよ。先生を信じてお前は早くロフトバードを探し出すんだ。いや、行かへんやん。これ絶対行かへんやつやん。で、君誰？あ、え、可愛い女の子なんじゃない？ちょっと待って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 。ああ、女の子や。扉を開けるのは、あの人の仕事なのに、なんで私がやらなきゃなんないの？もう、え、自分で開けよ、ドアぐらい。クラネ。ん？あれ、リンクくん、そんなに慌てて、どうしたの？え？ロフトバードがいなくなった？私はさっきまで学校の中にいたから知らないな。なんか、なんていう名前やったっけ？バド？バドか、なんか、そういう人がね。僕を陥れようとしてるんです。ここはお風呂場。あ、ちゃんと体洗うの大事。お風呂入ってこう。ちゃんと体をね、洗って綺麗に保たな。あ、待って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 。転がす、奥、投げる。転がす、奥、投げる。
おー、いいですね。ちゃんと投げる技もね、しっかり覚えとかんとね。あ、気持ちいいわ。これは気持ちいいわ。あー、すっきりした。あー、すっきりしたわ。さすがに湯船の中でおしっこしてるよね。ちょっとリンクさん、それはあかんで。これ地図でしょ。あ、ゼルダのお部屋もあったんや。入りたいね。でも広場に行くように言われんかったっけ。そういえばクラネ、もう誰が誰かわからんなってきたんやけど。あ、これ鬼界か。あ、鬼界行けるようになったんや。なるほどね。あ、校長先生の部屋は入れる。でもここに来るように言われてるんでしょ。あ、人おるんかと思ったらカーテンやった。はー、え、なんもない。なんやこの部屋、なんもない。で、これ階段降りたら鳥のりのことを教えてくれる人がいたはず。あ、この人ね。うん、キコア、おいおい、まだ学校内をうろうろしているのかい。え、ロフトバードを呼んでも来なかった。守護長が来ないなんて、そんな話聞いたことがないから、どうしてなのかよくわからないけれど、可愛い後輩のためだ。先輩としてここは一肌脱ごう。お願いします先輩。僕は手がかりはないか調べてみるから、君は広場に行って何か知っている人がいないか聞いてごらん。ふいっす。あの人も知らんかな。助けてあげたんやから、なんかちょっと教えてくれたりせんかな。またタルあるやん。全部壊したりとかしたのに。ありがとうリンク、助かったよ。お礼にバイト料を半分こするね。少ないけど取っておいて。なんで半分こなん。全部私がやったのにさ。まあいいでしょう、明るピーいただけたんで。僕は学校でお留守番してるから、リンクは鳥のりの儀頑張ってきてね。応援してるよ。違うんですよ、違うんですよ、ロフトバードがいないんです。そんなに慌ててどうしたのリンク。え、リンクの鳥を知らないかって、それどういうこと。呼んだのに来ないって。あ、それじゃあ、あれはやっぱり、あ、なんかご存知なんですか。え、あ、いや、なんでもないよ。いや、そういうのよくない、そういうの、そういうのよくないよ、そういうの、ちょっと、そういうの、ちょっと、待って、ちょ、待ってよ。どうや、話す気になったか。これ投げれへんねんだっけ。違う、投げるの操作がさ。どうや、話す気になったか。え、あ、話せるわ。大変だねリンク、早く見つかるといいね。あ、やばい、こいつ僕に内緒にする気や。許されへん。ねえ、なんか知らない、ロフトバードがなんだって。こっちは忙しいの、そういう話は後にしてくれ。僕に優しくしてくれる人はいないんですか。じゃ、広場の方行ってみるか。さあ、あ、そっか、さっきはここ登っていったわけやから、広場はこっち。あ、間違えて撮影しちゃったやん。ちゃうねん、まあいっか、別に。こっちの方向かな、広場。なんかミニマップみたいなんとか出ててほしいね。あ、方向は合ってるね。こっからまっすぐでいいんや。オッケー。あ、この人にも声かけてこう。誰、なんか山根くんみたいな、山田くんみたいな。リンク、いいところに来たじゃないか。ガル、どっちかっていうとあれ、山田くんみたいな感じやね。山根くんじゃなくて。あのさ、ちょっと俺の頼み聞いてくれよ。この木にさ、俺がやってるみたいにダッシュしながら前転アタックして見てくんないかな。木の手前でうまく前転してドーンってやるのがコツだぜ。なあ、頼むよ。それどころじゃないんやけど。ダッシュしながら L 押し込み、こう。ちょ、見えへんねんけど。まず視点を、違う、あなたのことが見たいんではなく、こうね。こうでダッシュしながら L 押し込み、ちょ、ダッシュしてなかったわ。ダッシュしながら L 押し込み、うんま、あ、クワガタ、おー、やった、俺のロフトクワガタ。待てー、あ、金、うん、やったぜ。どうしたん、チキショー、俺のロフトクワガタ、もうちょっとだったのに。
やっぱり虫取るんだったら虫取り網がなけりゃ話になんねや。前にテリーのお店で買ったものを捨てちまわなければよかった。はあ。え、テリーさ、今そんなことやってんの？そのテリーじゃないと思うけどね。ちょ、待って待って。そっか、木にこうやってぶつかればお金が落ちてくることもあるから。イエーイ！いいね、いいね。私もじゃあテリーの店で虫取り網、ちょっと待って。捜査官が。いいね、いいね。めっちゃお金落ちてくるよ。騎士学校、あとお金ありそうなところはこの辺とかもなんかないかな。やとしたらさ、ちょっと買い物行ってみたいね。ショップモール。お、これはハートを手に入れた。傷ついた体を癒す命の源、ハート一つ分体力が回復する。回復か。ハートの器とかじゃないやね。ハートの器を手に入れたら体力が確か。カマキリ、カマキリ。カマキリじゃない。いや、カマキリや。そっか、こういうのを捕まえることができるんや。こういうのって割っていった方がいいはずやね。お金入ってることとか絶対あるよね。ここがショップかな。あれ、入れへん。ちょっと待ってよ。もうちょっとこっち。ここが入り口かな。入り口どこやねん。ここか。え？どうやって入るん？どうやって入んの？ちょ、待て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 。こうして、こうだ。イエーイ。木には絶対ゴルピー入ってんの？どっから買い物できるの？わからんうちでなんか一周してない？これ。ここか？あら？ショップモール来てるよね。これは？女神像。あら、女神像のとこまで来ちゃった。確か R で、なんかで見合わせる。あ、あ、こう、こうしてこうか。あ、こうね。え、入り口ないんやけど。ショップモール入り口。まだ開いてないんかな。行けるようにならなあかんのかな。テリーがどうのこうのって言ってたね。普通におらへんのかな。よいしょ。よいしょ。あなたは誰？え、かわいい。クーコ。あ、ピンクのお兄ちゃん。ここクーコのお家だよ。クーコ、今日もおじいちゃんと遊ぶんだよ。いいでしょ。ね、ロフトバードのこと知らん？はい。あー、特になんも知らなさそうやった。広場。あ、全然違うとこちょっと来ちゃった。ちょっとその家とか行く前に、広場行ってしまいたいんやけど。お、かぼちゃじゃん。これ絶対投げてできるやつでしょう。おお、この穴こなに？これ水やりとかした方がいい。あ、みーちゃんじゃない？この子みーちゃんやね、多分。え、かわいい。え、かわいい。ピュンピュン。ここは？ここ何？ジョナの家。わ、どうしよう、女性の家乗り込んじゃった。まったくあの子、もうすぐご飯だってのに、どこに行ったのかしら。人妻か。また虫でも追いかけてるのかしら。あ、山田くんの、あれか、お母さんか。なるほど。で、結局広場はどこなんです？余計な寄り道しとるから、こういうことになるのよ。あ、こっち水ある方向やから違うよね。こっちかな。あ、とりあえずこっち向かおう。もうなんか迷子になりそうやから、とりあえず向かうか。もうおる人には話しかけてみて。はい。クイナ、ヤンバルクイナ。マーリークー、こんにちは。今日はいい風が吹いていて、儀式をするには絶好の日ね。もしかしたらみんな名前鳥関連かもしれんね、実は。今回は誰が優勝するのかしら。やっぱりバドが有力かしら。そうなんや、有力の人か。やからこそあれか、リンクを落とし入れようとしてる可能性はあるかもしれへんね。優勝者は女神役の女性にお祝いをしてもらえるのよね。なんでロマンチックなのかしら。あ、ゼルダにお祝いしてもらえるの？何、お祝いって何？チューしてもらえたりとかするんかな。ここは騎士学校居住区。
広場ではないんかな。あ、広場やん、ここ。はい。みちる、あ、チルチルみちるでしょ、きっと。やあ、リンク、もうすぐ鳥のりの儀が始まるんだよね。前回は最後の最後でキコアさんが優勝をさらっていったけど、あれはなかなか見応えがあったよね。今回は君のあの紅のロフトバードが出るんだよね。楽しみにしてるからさ、頑張れよ。で、事情を話そうよ。あー、なんで話さないんですか。この人は頼りにならないと思ってるんか。お、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 この赤い人か。なんこのずっこけ3人組みたいなね。オスト、しかしバドさん意外と手こずっちゃいましたね。オストは何だろう、バドさんは多分バードってことなんやろうね。うわぁ、悪そう。なんか大人な感じせえへん。大人というかおじさんっていうかおっさんっていうか。まあな、さすがに野郎はタフな体で有名な幻の紅族だからな。ほんまにこいつのせいなんや。けどよ、いくらやつでもそう簡単にはあそこから逃げ出せねえだろうぜ。え、なんかあれかな、閉じ込めてたりするんかな、どっかに。洞窟とかもあったもんね。はい、リンクですよ。僕いますよ。聞いちゃった聞いちゃった。わわ、リンク、おめえいつからそこに。ブチギレですよ。何の用だ。あー、わかった。今日は鳥のりの儀だよな。優勝確実のバド様に負けてくださいませんかと泣きつきに来たってわけだ。ゼルダと二人きりの女神像での儀式、出たくて出たくて仕方ないのか。そうかそうか、あれかな、ゼルダさん、こいつと儀式したくないんかもしれへんね。そういう気持ち大事やと思う。あ、はしごあるやん、登れるやん、そこ。残念ながらこのバド様の性根はおめえみたいに腐ってね。今日は堂々勝負と行こうじゃねえか。あー、何が堂々やと。で、あれ、おめえの真っ赤なフライドチキン、姿が見えねえようだけど、フライドにしちゃったんですか、もしかして。美味しそうですもんね。仕方ないと思います。どうしちまったんだ、もしかして迷子にでもなっちまったのか。すごい髪型だな。必ず勝つ、僕の鳥を返せ。すごい髪型だな、ちょっと煽ってこ。挑発挑発。うるせえよ、俺様の美学にケチつけてんじゃねえ。だいたいおめえは幼馴染って立場をいいことに、いつもいつもゼルダに構われて。いや、僕のこと好きなんですよ、ゼルダちゃんはね。チャラチャライチャラ、ん、チャラチャライチャラと、ふぬけた姿を毎日毎日見せつけてやがって。チャラチャライチャラとは、少しは規律ってもん考えたらどうなんだ。あん、そんなベタベタイチャイチャイチャラしとるんかな。おめえみたいなのが誉れ高い我が騎士学校の風紀を乱してんだよ。あ、誰が風紀を乱してるですって。聞いちゃった聞いちゃった、よく来てくれたゼルダ。ゼルダ、いや、これは。あんたとなんか儀式したくないんだからね。バド、あなたまたリンクに絡んでるの。私たちは同じ騎士学校に通う仲間でしょ。どうしてリンクにばかりひどいことを言うの。嫉妬です、嫉妬。それは、そのだな。何？何なの？ざま。あ、何、ド M なんですか？なんか興奮してません？あのだな。え、なんか、やばいやつや。なんでもねえよ。ちょっと怒られてドキドキしちゃうみたいな。じゃあな、リンク、今日の儀式に参加できなけりゃ課題クリアになんねえんだぜ。でもさ、ちょっと先生にも話したからさ、ちょっとなんかその辺ね、救済してくれたりとかあるんじゃない。ご自慢の赤いのが見つからねえとやばいんじゃねえの。今なんか弓でさ撃ち落とすとかできん？あの3人もしかしたらリンクのロフトバード。もしそうだとしても、あの様子じゃ素直に言いそうもないわね。なんとかして私たちで探さないと。どっかに閉じ込めてるくさいようなことは言うてたよ、多分。リンク、私もあなたの鳥を空から探してみるわ。あ、ほんま。
鳥のりの儀の開始時間はお父様がホーネル先生に相談してくれて伸ばしてもらえるそうだから安心して。なんなら日にちも伸ばしてこ、どんどん伸ばしてこ。みんな僕の目の前でどんどん飛んでく。僕どこ探せばいいんです？どうすればいいんです？僕ちょっとはしご登りたいな。飛び移る。せっかくやったらね、ちょっとここら辺なんかね、金品財宝絶対なんかあるでしょう。よいしょよいしょ。お、あ、なるほどね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これさ、落ちたら、こっから落ちたら、せっかく登ったの。あ、なんか書いてそうよ。光の下で女神より賜れし歌を奏でん、さすれば勇者に光を差し示すだろう。なんかわからんけど、意味全然わからんけど大事そう。光の下で女神より賜りし歌を奏でん、あー、なんか奏でなあかんのね。さすれば勇者に光を差し示すだろう。勇者って僕なんじゃないんです。それレスキュー、あざっす、あざっす、あざっす。いや違うんですよ、鳥がね、僕の鳥がね、いるかなって思ったんですよ、くれないが。でもいなかったんですよ、ぶら下がるよっ。じゃあどうしようかな、この先ね。これ登れることに意味ある？なんかいろいろできることはあるけどさ、 A で持って、A で持ってこうして投げる。なんかすぐ投げるの動作に移れへんからさ、よっ、ちゃんと移れるようにチャキチャキってできるようになりたいよね。ね、どうしたんだいリンク。え、君のロフトバードいなくなったって。そりゃ一大事じゃないか、くれない族のロフトバード楽しみにしてたのに。いや僕は見てないけど、そうだな、女神像のあたりからならこの町全体を見渡せるから、そこから探してみたらどうだい？あ、そういうことね。行けってことね。もう最初いたとこ、バツ印がついてるところにある。ここね。そこに飛ぶんは無理か、さすがに歩いていかなあかんか。これ方角がさ、ちゃんと出たらいいのにな、なんか方位地震みたいなんが。あ、あっこやね、女神像。とりあえず走っていきますか。あれじゃん、あの先輩じゃない。おい、リンクくん。こっちこっち。君のロフトバードのことで話があるんだ。ちょっとここまでおいでよ。もしかしてなんか目撃情報とか、ありですか？あれ、どこ？どこ？どこから話しかけてきたんですか？あら？そっから見える位置でしょ？あらら？あららら？あ、そこかそこかそこか、いたいた、よかったよかった。ちょっとずつ場所覚えてこ。やあリンクくん、ちょうどよかった、君を探していたんだ。君のロフトバードがいなくなったって聞いて僕なりに調べてみたんだけど、その話を聞いたセバスンくんの様子が変だったんで問い詰めてみたら、知ってるんでしょ。そう、変やったんは知ってるよ。ごめんね、リンク。手伝ってあげたのに、ほんまに恩をあだで返すとはこのことですよ。前から言わなくちゃって思ってたんだけど、僕が言ったってバドに知られたら、彼はどうやらバド君に口止めされていたみたいなんだ。ほら、謝って。もう正直に言ってごらんよ。ちょっと前に僕が食堂の掃除をしてたら、バドたち3人がやってきて、僕には気がつかずにリンクのロフトバードを隠しちゃおうって相談を始めたんだ。僕、このことをリンクに知らせようと思って食堂を抜け出そうとしたら見つかったんや。バードたちに見つかっちゃって、このことをリンクに話したら二度と鳥に乗れなくしてやるって脅されたんやね。どうやらバード君たちは君の鳥を捕まえて滝のあたりに隠す計画を立ててたらしいんだ。おー、いや、それはさっき教えてくれてもよかったやん。別にね、あの、こいつから聞いたって言わへんかったらよかったわけなんやしね。僕が独自で探したからって言えばよかったわけやしね。滝のあたりって言うと、ちょっと地図を貸してごらんよ。お、どこ、あー、そこね。
ほら、ここ、このバツの滝のことだと思うよ。他に滝はもうないんかな。そこね。ごめんよ、リンク。僕が弱虫なばっかりに。本当にごめん。いや、許さん。許さんで、許されへんからね。セバスン、まだ間に合う、リンク。僕が弱虫なばっかりに本当にごめんね。いや、もし死んでたらさ、許されへんからね、それは。もし滝に行くのなら、あの辺りは最近物騒な生き物が出るらしいから、剣くらい持って行った方がいいぞ。さっきこの剣道場に、剣道場？あ、ここが剣道場ね。騎士長先生が入っていったから、剣を借りていったらどうだい？なるほど、これで借りれるわけや。この辺に像ないね。じゃあここ借りたらさ、おそらくやけど剣が借りられると同時に剣のチュートリアルがね、始まりそうな気がしちゃうんで、今回はこの辺りにして、まあ次回ね、剣の術を学びましょう。剣術学びましょう。ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。あ、なんですか。あ、そうだ、リンクくん、なんでしょう。もし滝に行くのなら、あの辺りは最近、ああ行くなと、行くなと。ご視聴していただきありがとうございました。よいしょ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 、お疲れ様でした。あ、違う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 、こうして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 こうだ。ぶつかれねー、お疲れ様でしたー。